69ゲームまだ来るね。これさん右に さっきまでくすぶってた左隣も100ゲーム内当たってから5連か一気に上がってたね。でバケオさんがいて3つとも右なんだよね。スイカ偶数挙動で、うん、うん、いいかもね。よしよしよし78、よし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 、2個目行かせていただきますんでね。いやーもう言うことないよ、最高。もうさだまで2000枚ぐらいまで行ってんのかなこれ。いやー安定感あるっていうか、これあれかもね、まあ、2000何ゲームだ、175ゲームで13の5で合算120分の1っていう感じなんですけど、1日打ち切ったらなんか40の25で7000枚残っちゃいましたみたいなことになる台なんかもしれない。ジャグラー方面も相通するもんあるね、はなはなに。4の8で117、ね、5の3で120、9の8で99分の1とかね、そこかしこだよ、うん、ATARTK 方面もパンパンな稼働状況ですけども、ね、で、まあ、今度こずっとエディキとかばっかりやったんですけどね、ノーマルタイプ方面もね、うん、盤石なんじゃないかと思いますよ。いやもう本当お世辞抜きでね、すごいよ。隣の台どうしちゃったのこれ。綺麗な、ね、出方をする台もあれば一気だね。しかし隣はうん、105ゲームうわ最高だ。一回ね270だかはまった時にあビッグ1回分ぐらい飲まれたかなっていう場面があったけど、もうそれ以外もうビッグ1回分とね飲まれないうちに上がってくからね、すごいよ。こんななんか、うん、出方だけど綺麗に出た花花なんて俺
最近そうそう記憶ないよ。で最終的に2000枚残りました、3000枚残りましたっていうのはまあよくあるんですけど、出方がねちょっと綺麗すぎるんだよね。90ゲーム、あーしよしよしよし、引き続きだね。これはそうそうないよ、この出方は。あもう天才型もいいとこだよね。15の5だからね。で2366ゲーム、いやでもビッグによるとこうなるんだね。やっぱりこれ多分というかもうおそらくね、打ち切ったら5000枚じゃ引かないやつだよ。88、もう褒め言葉が思い浮かばないよ、うん、もう完璧すぎて。うん、パネルフラッシュ。あだビッグ16回でまだ1回なんだよね、これ1回目だよね。そこも、うん、ってことはあんまり気にしなくてもいいのかな。ただちょっと分かんない、もうちょっと内容がちょっとね良すぎるんでね。自己的に綺麗な出方してるわけですよ。これが普通ってことがあるの？まあスペックはまあまあちょっとずつやっぱ甚だね良くなってきてるって、まあ最初にも言いましたけど、そのせいなの？2100ゲームで10の8っていうガールズが開いたね。6の4で130っていうのも開いてる。勝てるね。おーしょ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 、148。164、これはレギュラーだね。3の3、あともう出演時間が1時間ちょっとなんで、まあ、もういかに綺麗にまとめるかだね。
これがボーナス10回前後ぐらいのところで、要は総ゲーム数が1500600ぐらい1500ぐらい2000ゲームいかないぐらいのとこで始まるんだったら分かるんだけど、この後に呼んでなるかで、これバケなんだよこれ多分。あービッグだ、ビッグ感でだいたい、あいくつだ、だいたい約1000ハマった。はい、実戦はありました。いやーちょっとねガッツきすぎ、うん、ガッツきすぎ。まあ一応結果をおさらいしておきますけども、投資100枚で流したコインが1633枚なんで1533枚、賞味5時間半ぐらいの実戦時間なんで、もう十分っちゃ十分っていうか、もう12分なんですよね。なんですけど2時半の段階での出玉がおそらく3000枚乗っかったかなっていうぐらいのとこまで行ってたんで、まあラスト1時間もう一山掘れれば、あるいはもう、5時間半のノーマルタイプ実践の中では下手したら1、2を争うぐらいの結果がですね、結果に着地できるんじゃないかという感じだったんですけども、まあそんなやばくなかったですね。最後ビッグ感だから1000弱ぐらい逆に食らっちゃいまして、終わってみればまあ1500枚少々のプラスという感じだったんですけども、まあ実際どころじゃ設定がいくつだったのっていうのはちょっと分かんないですけども、まあああいう流れで来てても一気にだからビッグ感染とかハマって、うん、ああいう流れになっちゃうということがあるっていうのがまず一つ勉強になったのと、あとまあ途中までっていうか最後ハマり食らうまでのあの出方っていうのかな、あれやっぱでも一個、うん、経験できてよかったなと思いますね。まあ本物はだからもうああいう感じだと思うんですよ、うん、であのまま場合によっちゃ乾燥しちゃったりとかして終わってみれば1万枚みたいなことが一応あるスペックの基礎だし、今回ねニューキングアナハナとりわけ、うん、スペック今までの中でも一番いいという感じですんで、まあちょっといいとこまで行っただけにね最後、うん、悔やまれるなっていう感じなんですけども、まあまあ何はともあれですね、今回も最初から最後までね1台で粘り倒して、ましてや投資100枚ですからね、もう危なげない1日が過ごせて、それはそれは幸せでしたよという感じでございます。でやっぱりですね今日もうん察しの通りというか予想通り30ペアコーナー元気な台が相当数ね設置している台数に対して相当数を見受けてきましたんで、ここからまたうん30ペアコーナー盛り上がってくるんじゃないかと、で盛り上げてくれるんじゃないかと思いますんでね、引き続き要チェックの方向でですね参ろうじゃないかと思います。年末までもうそれほどですね大きなビッグタイトルの導入というところも今のところありませんので、じゃあそれ定番機種、うん、とりわけそのお客さん話したくないよっていう初期稼働見越してるよっていうようなね、今日のニュータイガーさんの30杯コーナーみたいな、その辺やっぱり積極的に、うん、ここから年末年始ぐらいまでは言っとくべきなんじゃないかというところもありつつで、今回ニューキングアナナ言ってみたんですけど、まあ良かったですね、うん、何しろやっぱ負けないことが大事ですんで、そして楽しむことが大事なんでね、という意味では今日もまた最高の一日になったと思って締めくくりたいと思います。ちょっと次回の日程がまだ決まってないんですけども、次来た暁にはですねもう一発ちょっと30杯、うん、かぶせてみたいと、ね、最後ハマっちゃったんでね、まだ心残りの部分ありますんで、あえて次こそはとね胸にですね一つ約束しつつ、今回はこの辺で失礼したいと思います。といったわけでまたお会いしましょう。さよなら。